大きな星がついたり消えたりしている。大きい彗星かな。いや違う違うな。彗星はもっとバーって動くもんな。艦長、ブライト艦長、神指弾が聞こえますか、アーガマ。ブライトの中、ホモ大会は2年連続優勝、それに今年のジュニアホモ大会でも優勝。立派なもんだ。すでに実戦で使えるほどの成績がある。あなたもホモなんですか。まったく本当のことだろう。釈放だ、神指弾君。あなたもホモなんですか。さあ手を出して。君が身分不詳のスペースノイドなら 4,5 日は彼に可愛がられるところだ。セックス。ジェリド注意だとよ。無茶のしすぎだよ。ヘニス、ヘニス、ヘニス、ヘニス。くせ。なんかおかしいですね。くせ。あれ。好きだよ。嫌いだな。バスク大佐。頼みがあるのだが。弾幕厚くしろ。わしに指図すんの。悪くはないわね。しかしまだ若すぎる。一般将校は黙っていろ。まだニュータイプとは思えないな。大佐は黙れと言っている。ありがとう、何よりも嬉しい。軍医からも OK はもらったわ。ダマクスイゾ、何やってる。黙っていろ。外壁に穴が開いてる、そこから飛び込め。ありがとうございます。よし、コロニーレーザー発射だ。了解。アムロの再来だ。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 こら、はしゃぎすぎよ。毒電波とは、空から降り注いで人を狂わせたりおかしな行動を取らせたりする、言葉通り毒のような電波のことさ。そりゃなら大丈夫だな。怖い。君の協力で2機ものモビルスーツが手に入ったのだ。
これも普通ではできないことだ。お前の精神をこっぱみじんにしてやる。そのなんだと。クワトロタイダん行く。出てきたのか。多分。レコア少尉、カミーユ君を頼む。はい、ブレックス准将。セックスだ。そうね、セックスしかないわ。レコアロンド休戦。はい、白旗を確認したそうです。あなたもこのままなんですか。そうだよ。間違いない、アムロレイだ。バスク大佐の親書を持ってまいりました。違うな。一人で乗り込んできたらしい。モビルスーツでか。ガンダムだよ。1号機。いい女じゃないか。キターンズだからな、パリパリの主義者だってのか。ちょっとトイレ行こうかな。バスクオーム大佐からの親書のお返事は即答でお願いいたします。厳しいな。怖い。なんとハレンチな。ハレンチ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 。カミーユの両親を殺すハレンチ。ティターンズのやり方だよ。ハレンチ。聞いたか。なんで人質が成立するんだ。あのカミーユってやつの両親だからさ。セックスセックスセックス。マーク2と人質交換だって。マーク2を上げろ。人質。ガキの両親が人質に取られたんだってよ。本当ですか。黙ないぜ。しまっちゃうよ、しまっちゃうよ、しまっちゃうよ、しまっちゃうよ。デューアーラン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 あまえた。こんなことしちゃって俺どうするんだ。新しい絆。よカミーユ、どうした。別に。触るな。カミーユ。何でしょう、カミーユ。セック。話をしに来ただけです。カミーユ、返します。こんなところで何をしているの。カミーユ。悪気はないのよ、レコア少尉。分かるような気がします。私も。あなたもセックスしかないわ。音声を大きくしろ。ダメよ、こんなところに入ってきては。そうはいかない。あ、エマ注意。あ、エマ注意。あ、サイズは大丈夫だったみたいね。大声出しても無駄よ、こんなところで。そこ
ここにはアタッチメントがあるわ。すごいわね。あ、そこどうなるのです。なんとハレンチな。レコさん、いいのよ。エマ、行きます。レコは行きます。ありがとう、エマ注意。すごかったわ。若いっていいわね。はい、お飲みなさい。レコ、大人のやり口ですね。小賢しいですよ。アポリ注意、ロベルト注意、アポリ注意、ロベルト注意、アポリ注意、ロベルト注意、アポリ注意、アポリ注意。敵機発見。アポリ、ロベルト、太陽電池の攻撃を直進だぞ。了解。いいんじゃない。神、地球に落ちるなよ。テニスをぶち込むのさ。当たるなよ、アポリ。冗談じゃない。お前は生きていてはいけない人間なんだ。よっせなんだ今の光は。アムロ様、停電でございますが、お茶は。ハロ、今日も元気だね。はい。その日の夕刻、中央アメリカ一帯では異常な数の流れ星が観測された。いいんじゃない。みんなセックスし続けろ。激しく、もっと激しく。やめないか。セックス、セックス。ペニスとバギナを擦り合って、愛液と精液を混ぜ合って、肉と肉がとろけ合うまで交わり続ける。やめないか。いずれは学校中の生徒も参加させてやる。善人面した教師たちも。やめないか。学校中の女たちの穴という穴すべてに精液を流し込んで。やめないか。父さん、母さんが死んだよ。え？神！セックス、セックス。やめないか。セックス、セックス、激しくセックス。みんなセックスし続けろ。激しく、激しく、もっと激しく。みんなセックス、セックスだ。女たちの穴という穴すべてに精液を流し込んで。僕は正常だよ。セックス、セックス、セックス、激しく、セックス。みんなセックスし続けろ。激しく、激しく、もっと激しく。みんなセックス、セックスだ。テニスとバギナを擦り合って、セックス。アイエクと精液を混ぜ合って、肉と肉がとろけ合うまで交わり続けろ。セックス、セックス、セックス、激しく、セックス。みんなセックスし続けろ。激しく、激しく、もっと激しく。みんなセックス、セックスだ。たとえそれが親子であろう、兄弟であろう、女同士だろうと、男同士だろうと、赤ん坊だろうと、激しく、セックス、激しく、セックス、セックス、激しく、セックス、激しく、セックス、セックス、激しく、セックス、激しく、セックス。違うな。セックスはもっとバーって動くもんな。今日も人を不幸にする新幹線をご利用くださいまして、運が悪かったな。この電車は無差別に攻撃をかける。のぞみ号整備不良です。途中の停車駅はジャブロー、グレートキャニオン、香港シティ、キリマンジャロ、フォンブラウン、アクシズです。そうさせたのはキターンズだろう。続いて私を迷わせた車内のご案内をいたします。人が死んだ。自由席はうるさい。1号車いっぱい人が死んだ。グリーン車は許せないです。車掌室はあるわけないだろう。神湯、育ちの悪さが伺えるな。うるさいよ。賢くて悪いか。ニュータイプか。この電車は全席乱れろ。もっと乱れろよ。おタバコを吸われるお客様は直撃させる。消えろ。お客様に無駄な殺生を待たさせる。
荷棚は、いつもいつも脇から見ているだけで人をもてあそんで。この電車では、ジャブロから新大阪間で直撃で即死させてあげるサービスがご利用になれます。レコはどうした。携帯電話は、壊してやったんだまたはゼータガンダムに切り替えるなど、周りの死に損ないのご迷惑とならないように毒ガスを使う、ご協力をお願いいたします。こういうバカな男も、ハマンカーン、自分のやったことが他人の迷惑になっていることに気がつかないのか。黙れ、貴様もシャアと同じだ。私は紳士のつもりです。貴様も俗物だ。ガンダムマーク2および車内へのその目さらの持ち込みは禁止されております。なぜなんだ。そんな約束当てになると思っているのか。不審なものや人殺しにお気づきの場合は、アポリ注意、またはフォー、またはロザミーまでお知らせください。俺を戦いに駆り立てた JR 神戸線をご利用のお客様は、戦いの意志を生む源だ、生かしておけない、または空いているサイコガンダムご利用ください。降りの際は、貴様は俺の足元にご注意ください。小さなニュータイプお連れのお客様は、生きていちゃいけないやつなんだ。僕は正常だよ。セックス、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 もっと激しく精液を流し込んで学校中の生徒も参加させてやる。みんなセックスし続けろ。精液を流し込んで学校中の生徒も参加させてやる。みんなセックスし続けろ。精液を流し込んで学校中の生徒も参加させてやる。みんなセックスし続けろ。学校中の生徒も参加させてやる。みんなセックスし続けろ。セックス、もっと激しく精液を流し込んで学校中の生徒も参加させてやる。みんなセックスし続け。いくら希望を見出しても地球の重力に魂を惹かれた者たちのエゴに押しつぶされ、結局はこんな悲しみだけが繰り返されていく。ならば、やあ、とっても気持ちのいい遊びをしようよ。一緒に遊んでいかないか。すっかり濡れちゃってるじゃないか。いやらしくびちゃびちゃに濡れてはいるが、男のペニスが入ったことはまだ一度もない。来るんだ、セックスさせてやる。一度覚えたらきっとやみつきになるさ。セックスだ。君は露出狂なんだね。こうなるとペットと同じで可愛いものだろう。もう準備ができてるようだね。さあ、激しいオナニーショーを演じるんだ。恥ずかしい格好だね。そんなに自分の綺麗な性器を自慢したいのかい。説明する必要がないと思うけど、君はありったけの愛情で主人に奉仕しなきゃいけないよ。そして何でもかんでもバギナとアヌスに突っ込むんだ。見かけによらず結構淫乱なんだね。一緒に遊んでいかないか。セックスがしたいんだろう。セックスをその体で直接感じさせてあげるよ。やれやれ、男のペニスと精液が恋しくなったんだろう。僕のペニス欲しさにうちまで訪ねられたんじゃしょうがない。セックス、セックス、セックス。さあ、君の開通式だ。心配しなくてもいいよ。固く勃起したペニスが挿入されるんだよ。膣口から愛液を垂れ流し、愛液と精液にまみれさせてやる。セックス。君も交わりたいのかい。寂しがっているじゃないか。どうしてそんなに拒むんだい。セックスがしたいんだろう。まあ答えを聞かなくても君の顔を見ればわかるがね。さっきよりも濡れてるよ。お尻をこっちに向けるんだ。おいおい、
下じゃ彼が気の毒だよ。君の柔らかな膣の中で行かせてあげなきゃ。バギナも口もお尻の穴もテニスをぶち込むのさ。君って人はなんてはしたない女の子なんだ。セックス、セックスだ。激しく、もっと激しく。犬みたいに四つん這いになってセックス。まるで犬の交尾じゃないか。君は僕の性のおもちゃなんだ。おい、喜べよお前たち。ご褒美の精液を流し込んでやるぞ。随分と世話の焼けるセックスじゃないか。可愛い公衆便所の使い心地はどうだい。もうすっかり快楽の虜になっているだろう。そうだ、乱れろ。もっと乱れろよ。セックス、セックス、セックス。どうした、何をやっている。みんな、みんなにはわかるはずだ。セックスすることで。わかるか。セックス、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 セックス。これでは人に品性を求めるなど絶望的だ。何が楽しくて戦いをやるんだよ。貴様人間か。死んでしまえ。うわ、消えろ、消えろ、消えろ。お前だ。いつもいつも脇から見ているだけで人をもてあそんで。貴様、貴様、いい加減にしろ。お前は戦いの意志を生む源だ。生かしておけない。大人だから何をやってもいいのか。都合のいい言い訳を。消えろ、消えろ、消えろ。お前は生きていてはいけない人間なんだ。この戦争で、戦争で死んでいった人たちは、世界が救われると思ったから死んでいったんです。なぜそうも簡単に人を殺すんだよ。死んでしまえ。うわ、俺は人殺しじゃない。その男を殺してくれ。消してくれ。来るな。一方的に殴られる痛さと怖さを教えてやろうか。消えろ。自分だけが特別だと思うな。あの人が喜ぶものかよ。生き返るのかよ。貴様、人が死んだんだぞ。いっぱい人が死んだんだぞ。遊びでやってるんじゃ